今日は相方のタカポンがですね、ご家族に結構糖尿病がいるっていうことで、ご自身も心配してるんでね、その眼底の検査っていうのはどういうものかちょっと体験したいし、目も見てもらいたいしっていうことで、眼底の検査をすることになりました。ついでにね、緑内障の検査もしてね、目を徹底的に見てしまいましょうということで検査をすることになりました。はい、タカポンおいで。はい。めちゃくちゃ緊張してます。緊張してんの？はい、はい、でもなんかいつもと違うじゃないですか、しかも。まあね、じゃあいつもやろうだよ、はい、緊張を解くために。はい、行、はい、きましょう。みんなで見よう100年チャンネル。はい、どうも梶原です。タカポンです。はい、よろしくお願いします。じゃあね、まず三動薬っていうのを入れますよ、はい、お願いします。瞳を大きくするやつね、はい、でこれはミドリンって言ってね、はい、一番よく使われる検査の薬です。はい、はい、上向いてください。はい、正しい目薬の差し方、小指でねこうやって持ってください。蓋は手に持ったままですね。はい、上を向いて、はい、はい、下のまぶたを下げて、はい、下のまぶたの内側に入れます。はい、目薬はまつげにつかないように注意してください。はいはい、で本当はねこれで、5分目頭を押さえてもらうんですね。はいはい、はい、で押さえるんですね。うん、5分ぐらい経ったらね、はい、もう1回刺して、はい、そして15分ぐらい待ってると瞳開きますから、はい、そしたら検査します。はい、はい、お願いします。はい、おバッチリ開いてますよ。めちゃくちゃ見え、なんかね、ぼやけてるんですよ。それで、はい、いいですか、今ね、はい、ピント合わせができない状態になってるんですよ、この目薬つけると、はい、瞳も開くけどピント調節もできない、はい、つまり遠くのが見える目が一番楽な状態に今なってるわけです。はい、そうするとね、近くに全くピントが合わないんですよ。はい、60歳代の老眼の状態になってる60歳ですか。そう、スマホ見てごらん。はい、本当になんかぼやけてるんですよ。うわ、全然見えない。そうだよ、ね。いや、マジで見えないです。そうでしょ。いや、本当に見えない。やばいです。これ、嘘じゃない。で、本当嘘じゃないですよ。で、老眼鏡かけると、はい、見えるから。老眼鏡かけました。見えるでしょ。見える。見えるでしょ。だからこれが老眼の状態です。すごっ。はい、体験したい人はね、この目薬でさ。いや、これだけで一本動画になりますよ。はい、検査室行きましょう。行きましょう。検査室行きましょう。はい。じゃあタカポンね、はい、椅子を倒しますよ。はい、お願いします。はい、あ、緊張する。うん、眼科でね、こう椅子が倒れるってあんまないでしょ。これなんかそもそも眼科行かないもん、ね、あんまり行ったことないです。うん、まあ普通の眼科じゃあんまりやんないからね。はい、眩しいです、かなり。すごい眩しいです。眩しいから、はい、ちょっと頑張って両目とも開いてください。はい、まず真下を見てくれますか。はい、そうそうそう、上手上手。はい、で今度右下のね、肩の方を見て。右下の肩、はい、これね、もうほんと端っこ見るにはね、私エビ取らないと見えないんですよ。じゃあ今度ね、右の真横見てください。真横、そう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 、お、端までよく見えるわ。あ、よかった。うん、はい、今度右上ですね。右上、うん、こうやってね、稲葉上状態になんないとね、端っこって見えないんですよ。はい、上見てくださいね。上、はい、うん、はい、じゃあ左上ですね。左上、はい、今自分がどっちを向いてるのかもよくわかんないです、ね。うん、はい、左の真横を見てください。はい、左下を、左下、はい、肩の方ですね。うん、左の肩の方。はい、じゃあ今度反対目ね。すごい、なんか眩しくて目が開いてるのか閉じてるのかもね、わかんないね。わかんないです。開いてますかこれ。うん、バッチリですよ。じゃあね、正面の天井の方を見ててください。天井の方、はい、うん、はい、眩しいですよ。うん、上手だね。なかなかこういう風にねできる感じはいないんですよ。眩しい。もうみんな眩しがっちゃって逃げちゃってね。これめちゃくちゃ眩しい。めちゃくちゃ眩しい。めっちゃ我慢してます。めちゃくちゃ眩しいでしょ。はい。お、あ、すごい眩しい。はい。じゃあね、そのままおでこつけてね、目を大きく開いててください。はい。白内障ないです、やっぱりね。うん。はい、大丈夫ですね、目の方はね。まあ、眼科来たら必ずって言っていいほどやるような検査を、はい、まあ、ちょっと一通り簡単にやりましょう。はい、近視とか遠視とかどれぐらいあるかとか、眼圧どれぐらいあるかとか、はい、まあ、測っちゃいますからね。じゃあ、こう顎乗せて、はい。これあれですよね、シュッてする。そうそうそう。やつですよね。うん。そのまま、開けてみててください。はい。次、左目に行きます。
一度お顔外してください。今度機械を変えます。ガラスの機械に変えます。すごい。ああめっちゃ目閉じちゃいます。上手にできてます。で、できてるんですかこれ、はい。できてます。大丈夫です。ありがとうございます。めっちゃ目閉じちゃいましたけど、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫。すご。はい、どうですか？はい。先生です。はい。はい。はい。あ、タカポン結構やっぱ禁止性の乱視があるんだね。眼圧は異常ないですね。はい、ありがとうございます。じゃあね、緑内障の検査ね、OCT っていう検査をしましょう。OCT もやるんですか？はい。はい。はい、どうぞ。OCT っていうね、はい、もう本当に大事な検査ですけど、緑内障の検査をやってみましょう。はい、じゃあお顔乗せていただいて、顎とおでこ前につけてください。はい、つけました。まっすぐ前の方を見ると赤い十字は見えますか？はい、見えます。はい、そちらを見ていただくだけの検査です。お、簡単ですね。はい、取りますと言った時にですね、横に線が動くと思いますが、線は目で追わずに赤い十字をまっすぐ見るようにしてください。はい、まばたきも線が動いている間は我慢するようにお願いします。はい、まばたき我慢ですね。はい、では取ります。そのままです。はい、我慢します。ありがとうございます。はい。はい、あっという間ですね。あっという間です。はい、で左目も同じか赤い十字見ててください。はい、では取ります。そのままです。はい、はい、終了です。ありがとうございます。はい、すごい簡単でしょ？簡単ですね。うん、これでね、もう緑内障分かっちゃって。先生のリアクション、あーって言ったんですけど、大丈夫ですか？いやー、なんも病気ないわ。うわ、よかったよかった。カメラ近づけていきます。これでね。目の中見えますか？中のお花マークみたいなマーク見えますか？はい、はい、そちらを見ていてください。はい、大きく目を開けます。はい、取ります。ちょっと眩しいです。すっごい眩しかったですか？そうです。あ、でも瞳孔大丈夫そうですね。取ります。はい、じゃあ撮影終わりですね。はい、ありがとうございます。いや、もうめちゃくちゃ眩しいですねこれね、眩しいで、はい、じゃあ向こう行きましょう。はい、はい、じゃあ、あのタカポンはね、あの OCT で緑内障ないっていうのは分かってるんで、はい、まあ本当はやる必要ないんですけど、はい、一応ね、この機械は視野検査の機械で、はい、うちには視野計が4種類あって、はい、これが一番軽い緑内障を引っ掛けるのには適した場合が結構あるんですよ。はい、時間も早く終わるしね。ちょっと視野の検査ってどんな感じか体験しましょう。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと説明してもらってもいいですか？真ん中覗いていただくと黒い点見えますか？はい、はい、黒い点見えます。はい、一度お顔を外してください。はい、で検査中はずっとその黒い点を見ています。はい、で黒い点から目が逸れてしまうと視野検査の意味がなくなってしまいますので、はい、黒い点を見続けたままです。はい、わかりました。でその間にこのような模様がちょっとニョロニョロっと動くような模様になるんですが、はい、縦のね、縞模様ね。はい、うん、これが見えたなと思ったらこちらのスイッチを押していただきます。これを押すってことですね。ニョロニョロってニョロニョロチラチラって感じね。チラチラニョロニョロ、うん、この縞模様がチラ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 って一瞬するんです。動いてるんですね。そうそうそう、はい、で後半になると黒い点が横にずれますので、はい、横にずれた黒い点をまた見ていただくようにお願いします。はい、じゃあお顔をつけていただいて、はい、黒い点を見て何か見えたら押す。はい、お願いします。はい、あちこちにいろんなものが出るからね、気になりますよね。で視線が動いちゃったりしそうになるんですけど、それやっちゃうと意味ないんですよ。これ合ってるのかなみたいな。そうそうそう、出たか出ないか分かんないようなやつがたくさんありますからね。うん、あ、はい、これ目終了です。終わりですか？はい、はい、ようやく終わりました。これ確かに疲れますね。パ、うんうん、って見えるんですけど、本当にこれ、これ変えない、見えたかなって思っちゃうんですよ。今度は左目です。左目です。スイッチ持ってますか？はい、持ってます。はい、
今結果出ましたけど、これやっぱ見るとですね、ちゃんと見えてるはずなんですけどね、押せてなかったりしてますね。それから最初にやった目なんかは、まだ慣れてないせいかね、上の方押せてないですよね。だからこういうのはね、やっぱり集中力とかいろんな条件が入ってきちゃうんで、こういう自分でボタンを押すっていう自覚的な検査はね、やっぱ難しいです。本当に正常なんですか？どうだろうね。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、大変でしょ。今日はもうフルバージョンでやりましたから、はい、確かに毎回やれって言われたら大変です。毎回毎回全部やるわけじゃないです、うんうん、今日は視力検査だけ省きましたけど、はい、近視か遠視か検査から全部始まって、はい、緑内障の検査もしたし、眼底検査もしたし、うん、全部やりましたからね、はい、緑内障が心配な人は緑内障メインで、まあ、あとのは時間のある時にやりましょうねって言って、うん、まあ、やるんですけどね、1日にやると私たちも大変だし患者さんも疲れちゃうから、1日にやることはあんまりないんですけどね、うん、ただそれをやることで、例えばね、私人間ドックで引っかかりましたとか、目が痒いんですって来てもですね、ちゃんとこれ全部やることで網膜剥離の原因になる穴が見つかったりっていうこともね、たくさんですよ。もうね、うん、日常茶飯事なんです。そんなにあるんですよね。 そんなにあるの。すごい。そうだからね、本当に目が痒いからって言ってね、ここだけ見てたらね、全部見逃しちゃいますからね、どこでも目を見てもらってないですよっていう人には、一通りやっといたらどうですかっていうふうには言ってますね、うんうんうん、はい。でね、これ検査結果ですけど、はい、これがね、眼底写真ですね、はい、これは超広角の眼底カメラなんですよ、はい、普通はね、まあ、これぐらいの範囲しか映らないとすると、はい、この辺まで映るんですね。へ、うん、普通のがこれぐらいだとすると、これがこれですね、これぐらい映ってますね。すごっ、うん、それからね、 OCT の検査ですけどね、はい、結果はね、全部緑色で、はい、そうですね、うん、赤いところ全然ない。やったー、これはもう信じていいですか？大丈夫です。よっしゃ、はい、何も異常ない、うん、26歳にして緑内障はないんですよ、はい、あ、よかった、うん、ただね、ただね、下の写真見るとね、はい、上とちょっと色が違うでしょ、はい、でしかもこの真ん中でスパーッと境目があるでしょ、はい、ひょっとすると緑内障の初期の初期の初期かもしれないんですよ。黄緑色ですよね。それからこれ上も黄緑色ですよね。でも下だけ黄緑色が消えてますよね、ここが怪しいんです、実を言うと。まあ、とにかく糖尿病の方がね、ご家族に多いということで、はい、眼底の検査もメインにやりましたけど、うん、眼底の方はね、糖尿の影響何にもなかったですから、よかった、はい、大丈夫です。ですからね、皆さんも症状があってもなくてもね、考えられる病気は全て調べちゃうっていうようなね、そういう検査をした方がいいと思います。はい、よかったですね。いや、ほんとよかったです。今回もう本当に心配したんですよ、うん、悪い結果出たらどうしようとか思ってたんですけど、ね、安心しました、はい、ありがとうございます、はい。今日の動画お役に立ちましたでしょうか？僕はすごく役に立ちましたが、皆さん、だからもう良かったねと思ったらいいね、はい、押してください。押してください、はい、チャンネル登録もお願いします、ね、お願いします、はい、ベルマークも押してもらうとお知らせがいきます、はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。いや、本当に良かったです。ありがとうございます、はい。